はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ、今回はクリア後の裏ダンジョンテーベの地下迷宮ですね、こちらをやっていきたいと思います。で、ちなみにですね、これまた一番初めからノーマルのカジュアルでやり直して、全員鍛え上げてあります。まあ、とりあえずテーベの地下迷宮入っていきましょう。でここはダンジョン形式になってるみたいなので、選抜の10人ですねを選んで、突入する形になるんですけれども、基本的には全員あのダウンロードの、オーバークラスになってます。でレベルは20かな。アルムはオーバーロードで、ロビンがエレファントで、セーバーがヤシャで、セーバーちょっとレベル低いんですけど、もうほぼ魔法防御以外カンストしてるんでレベル5で、突入しますと。でダウンロードで手に入れた、エマ、マッハで、ティータがタイタニアで、セリカがメイブで、これもダウンロード用のキャラですね。ユズが、モルガーナ、クリフがソロモンで、シェイドもダウンロード用のキャラですね。こちらがタイタニアで、マチルダがゲイレルルというようなところになってて、であとオーバークラスについては、スパルタンっていうのもいるんですけども、ちょっとね聖女をね、聖女系、まあタイタニアになるんですけれども、聖女系をちょっと2人入れたかったんでこういう編成になってます。で本当だったら、ここは魔戦士系と聖女系で固めるのがセオリーみたいなんですけれども、せっかくなんで、なるべく多くのキャラクターを使っていきましょうということで、この編成でいきます。じゃあ探索開始と。ちょっと長くなるようだったら途中はまた早送りしながらやっていきます。打ち捨てられた。ここはかつて魔導の力にあふれていた都市の巨大な骸、人間たちの業の残骸。数百年にもわたる静寂を破って僕らが目指すその奥には何が待っているのだろう。でこれは石板、ここはテーベの地下迷宮、何人たりともこの地に踏み入れることなかれ。まあ、とりあえず行くでしょう。行くしかない。まあ、あとはね敵の強さなんですよね。まあ、ちなみにここがどういうところなのかっていうのは調べてはきたんですけど、実際に突入するのは初めてですね。結構ね敵が強いみたいなんで、もう全員レベルはマックスまで上げてあります。ちょっと戦ってみるかとは言ってもね、オーバークラスにはなってるんで、で戦闘はもうバシュバシュみたいな感じでやっちゃうんで、まあ、全然普通だな。あ、なんかすっげえ動きづらい。アルムはね、ちなみにね弓を装備させてます。やっぱ弓強い。あ、デビルアックスってね攻撃力高いんだよね。でハンターボレー覚えましたと。任せとけ。弓兵を解除していきましょう。いややっぱレベル最高まで上げてるから、まあ普通に対処できるね。グラディウスもね本当に強い。射程2ありっていうのが使いやすい。サンダーで倒せるね。てかガンガンクリティカルが出るんだけど。腕が鳴るな。任せてくれ。よし、こいつも倒していこう。頼りにしてるぞ。いつでもどうぞ。魔導系はちょっと真ん中あたりに置いておく。手を貸してあげる。頑張るね。やっぱねこのピーターのねリザーブがすげえ便利なんですよね。よし、 OK。 わーい、大勝利。みんな経験値がないっていう。まあ、とりあえず手応えは分かったんで、まあ、通常戦闘はサクッとやっちゃいます。で死んでもね次の戦闘で復活するんで、ある程度ご利用していきましょう。これこっちでいいのかな。でね壺とかからもね行って、当たったアイテムが手に入るみたいなんですけど、すげえ低確率みたいなんでちょっと無視していきます。
テーベに錬金術師フォルネウスあり、はじめは称えられ、そして後に恐怖される存在となった。はあ、フォルネウスね。あれ、あ、こうやって降りていくのか。下の階層へ進みますか。はい。でこれちなみにね、もう戻れないみたいですね。地下2階と。まあ進んでいきましょう。また石板がありますね。フォルネウスの生涯にわたる研究は2つあった。なんでさ、これ一個一個さバラして作ってんの、超めんどくさくない？作った人分ける意味があるのかっていう。あとは、まあ、ある程度の広さはありますね。こっちでいいのかな。お、石板を発見。研究の一つは死者の肉体を意のままに操る兵士とすること。いや、それは禁忌でしょう。錬金術師に禁忌あり、祖は人体錬成なりみたいな。あったよね。全然話題違うけど。なんだこれ、どこだ、どこ行けばいいんだ。地図を見ながら、まあなんとなく進んでいきますか。あ、こっちが行けるか。回復の泉、回復っていうかあれか、技の泉。ここら辺のやつらもう上がんないんだね。まあエマ、ちょっと待って、技じゃなくてこっちは幸運か。どうしようかな、技かな。じゃあエマちゃんに、ティータもう結構あるから、エマちゃんに全振りしちゃいましょう。あれ枯れたよね。もう一つの研究は完全なる生物を生み出すこと。完全なる生物って何？無から有を作り出そうってこと？まあ、原則は等価交換だからね。また石板と。しかし元老院はフォルネウスに死者を出した。我々だ。しかし誰一人戻ることはなかった。そういうのやっちゃダメだよと。禁忌を犯してはいけないよってことっすね。でここに宝箱と。何これ、お、ブーツだ、やった。ブーツはね、移動力が上がるんですよね。まあもう使っちゃいましょう。ダウンロード用でアルムに一つブーツを使ってあるんで、移動力の低い人だよね。ゆずちゃんがね、ちょっと低いのと、セリカ様も移動力が低いんだよね。で、まあ、クリフとかはね、魔法で一気に攻撃するんで、セリカかゆずか、どうしようかな。まあ流れ的にはセリカの方がいいんだけど、俺的にはゆずちゃんに使いたいんだよね。まあちょっとセリカ様に使いますか。ブーツ使うと。移動力が1上がった、いいね。ブーツってめちゃくちゃ貴重だよね。他に手に入ってたところってないんだけど。議会により派兵が行われた。しかしこれもまた誰一人戻ることはなかった。うん、完全にやられてるね。すげえ損失だろう、誰も帰ってくることはなかったって。
ここから先はちょっとなんか怪しいね。ああ、いる、中ボスっぽいのがいる。ドラゴンか。このさ、人たちさ、どっから出てきてんの。ちょっとここは G ユニットだけ戦闘オンにしましょう。で、誰だ、弓兵か。めちゃくちゃ広いの。よし、行こう。まあ、射程の外からまずは攻撃していきますか。もう一歩か。クリティカル率も通常で 69% あるからね。これが僕の力だ。いやー、弓はほんといいわ。任せろ。エレファントの射程の長さ、こいつあれだな、なんか召喚されても厄介だからな。先にこのスペクターを倒しておこう。いくぜ。それなかなかやるだろ。エレファントになってね、移動力はね1下がったんですよね。弓のね射程は1増えたんですけど。行きます。壁を作っておこう。任せとけ。あ、歌が鳴るな。任せてくれ。何、回り込んでくるってことか。あ、そうだ、敵のターンがカットになってた。十分戦えるさ。アルムがちょっとやばい。アルムが死ぬとゲームオーバーだからね。何を食らった。あとはこのドラゴン、あ、ドラゴンのなんか食らったんだな、きっと火炎ブレス的な。これはクリティカルが出れば一発で倒せんな。出ない。出た。これで終わりだ。さよなら。やったぜ、完勝だな。まあ、そんなに苦戦することはなかったですね。じゃあ奥へ進んでいきましょう。あ、これさ、何、周りからさ回り込めたの。いや、そんなアホな。こいつを倒さないとこの後ろの扉が開かないってことかな。たとえこの都が滅び砂に埋もれようと、何人ともこの封印を破ることなかれ。これが封印。盾を取りますか。はい、賢者の盾。盾ってあんまり使わないんだよね。一応賢者の盾を見てみましょう。守備5、魔法防御5、重さ2。だったら竜の盾の方が強くないっていう。で、アルムはね、竜の盾を装備させるのもありみたいですね。防御重視で。で、また石板と。悪魔の錬金術師フォルネウスとそのアトリエをここに封印する。ああ、これアトリエなの。めっちゃ広くねえか。こんなでっかいアトリエ必要なの。人体を研究するってことはそういうことなのか。井戸があるヒットポイント、エマとティータ。魔法防御が欲しいんだよね。守備か、まあ割かし大事だけどね。ティータとかがやっぱり低いな。ティータとユズとクリフ、マチルダとかも、うわ、ちょっと低い、マチルダで。このまま先へ進んでいきましょう。ここから雰囲気が変わってるね。とりあえず上に登って敵がいる。死者の仮面の最も重要な要素は殻を持った虫である。ちょっと謎かけチックになってきたぞ。通常の敵がね、変な仮面男みたいな感じになってますからね。そしてまた宝箱と。これは金か。
あ、逆か。あれ？こっから来たの？違うね。私はこの素晴らしい存在を、何これ、屍虫と呼ぶことにした。多分読み方はあるんだろうな。あれ？ここはこれだけ？屍虫を動物の死骸に乗せると根を張り宿主を乗っ取ることができるようだと。あ、そういう感じのものなんだ。でまた下に降りていきましょう。広いねここ。てかドラゴン強すぎでしょ。カジュアルでよかった。結構強引にいけるからね、死亡覚悟で。ついに神竜の血を手に入れた。恐ろしい力を秘めている。実に素晴らしい。元老院のおかげで材料が揃う。私は新たな生命体を生み出すことができた。まあ、これは派兵されてきた人たちをとっ捕まえてるっていうことでしょうね。でここにも宝箱と。これは何？錆びた盾。ああ多分これ錆びた盾を鍛冶屋に持っていくとなんかいい盾になるんだな。まあ竜の盾とかかな。でも竜の盾も2つ持ってるからね。お、いける。ドラゴン強いからね。逃げたい。でこれも宝箱と。ん？アンブロシア。あ、そうか、そういうの全然使ってなかったな。せっかくだから使っていくか。カンストしてるやつらには使えないのかな。経験が得られる。もう経験とかいらない。守備が増す。守備。ああ、美味しかった。疲労が回復しただけで終わったんだけど。もったいなかったな。速さ、技、力、生命力。魔法防御が欲しい。魔法防御が。もう大体結構ねマックス値まで鍛え上げられてるんで。はじめは小指の爪のような存在だった。80日目に自らの血を与えたところ変化が起こった。頭の中にこいつの声が響く。恐ろしく深い闇、破壊の衝動。私は、完全に乗っ取られる系かやられる系だね。ちょっと怪しくなってきたな。アルム、竜の盾を装備させよう。
死ぬと終わりなんで、ちなみにね、セリカも死ぬと終わりなんで、固めておこう。まあ、攻略的にはね、これ、どっちか、セリカかアルム、どっちかだけでね、来た方が安全みたいですね。あ、いる、いる、なんか、超でっけえやつがいる。うお、こいつさ、ずーっとここでさ、ここにいるのかね。超暇そうなんだけど、これ回り込んでみようか。いや、なんかめんどくさそうだからそのまま行こう。おお、戦闘は G ユニットオンにして AI スキップはオフにしましょう。で、どうする、アルムとかさ、大丈夫かこれ前に出して。まあ竜の盾を装備してるからね、かなり硬いとは思うんだよ。よっしゃ、任せろ。と弓兵で倒せるやつを倒したいけど、超強えな。俺だってそれ、いや、めっちゃ硬い。守護者みたいな死者の仮面。うん、任せとけ。ティータが死ぬとかなりきつそうだから、エマここからいけるかな。倒せるね、さすがグラディウス。手を貸してあげる。うん、左側はまあとりあえず安全だと。マチルダが届かないか。腕が鳴るな。ファイヤー、デイモン、いって。おどめです。やっ、頑張っちゃいました。かなり魔法攻撃が強いぞ。サンダー。おお、怖い。出たー、呼び出す系。うわー、こいつはあれじゃないか。ウエスタ、全然知らん。知らんやつだった。作られし者。こいつの射程範囲だけ気をつけておかないとな。こいつの射程範囲もちょっと見ておくか。ね、ゆずちゃん、やっぱりちょっと遅いよね。アルム、一回攻撃をしようとすると、まあでも、硬いね。なんとかはなりそうだな。クリフとかも、まあやろうと思えば届くは届くか。強いな。魔法対魔法でここまでダメージが通るとは。で、こいつはね、やっぱり攻撃できる時に攻撃をしておきたい。クリティカル、OK。これでも食らえ。えい。どんなもんだ。で、セイバーで攻撃をするか。すごいね。そう、こんなもんだろう。やっぱりね、夜叉かっこいいよね、本当に。頼りになるな。こいつはゲイルルルの倒しましょう。この勝利をお前に捧げよう。これ何、あれか、出てくる系か。リザーブをかけて全員のヒットポイントを回復しておいて、いいじゃん。で、リブロをかけましょう。アルムどうすっかな。なんか死んでもやだしな。次のターンで作られし者、神、え、神って何、あれ装備してないとダメ、なんだっけ、パルシオン、そういうことかな。邪竜の鱗。待って、一個ずつ見てこう。なかなかカーソルが合わない。威力14。人間の防御は無効化される。ってことは14絶対食らうってこと？こういうのずるいよね。ダークスパイクは？範囲内の敵にダメージを与える。10から30とかさ、すげえ異常なんだけど。じゃあ、射程6から
弓で撃っていくしかないじゃん。であとはみんなでなだれ込むと。一応その作戦でやってみる。敵がワンサか来るんだな。ってことはよ、マチルダもすぐ突っ込ませられるように1、2、3、4、5、6、ここにいよう。で1、2、3、4、5、6、あ、ただこれは攻撃を食らうからしょうがないと。あ、食らわない？どうなの？行くぜ！クリティカル！いいね、めっちゃ強え。次のターンとかで倒せんのかな？まずこの邪魔なウエスタちゃんをぶっ殺しちゃいましょう。おお、かわした。俺もかっこよく決めたいぜ。一応ここら辺に集結しておくか。まあでもここまで鍛えてればなんとかなるね。1、2、3、4、5、6、ここにいよう。回復か。おーおーおお、動いてから攻撃してくんのか、ずるい。お見通しなんだよ。楽勝楽勝。まあなんとかはなるはず。全然効かんわ。悪く思うな。安らかに眠るといい。アルムが最後ファルシオンで倒さないといけないっていうような感じになるとめんどくさいよね。でもさ、アルムってさ外せるじゃん、ファルシオンってアルムしか装備できないはずなんで、それはないか。まあ、次ちょっと誰かを入れてみよう。こいつでさえ1か。これめんどくさ。パフナーって何？4。速攻で回復できるな。こいつもめんどくさ。いや、どんどん来るね、どんどん来るよ。うわー、しかも毒っぽいのになってる。まずはちょっと体勢を立て直そう。リザーブ、うん、いいね。でそこからちょ、絵までつっついてみる。29。倒せれば倒せるでそれでいいんだけどな。一応アルムは攻撃できるから、ここから1。いやー、やっぱりファルシオン系、それとも普通に1残るだけ。クリティカルが出てくれると分かるんだけど、まあいいや、やろう。クリティカルが出た。あ、普通に倒したわ。まあ、所詮は作られたものだからね、神には及ばないってこと。やったぜ、完勝だな。大いなる脅威は去った。しかし不穏な空気は未だ周辺を覆っている。錆びた指輪を手に入れた。え、今なんかあった。あ、これか。記憶のかけらを拾う。記憶のかけら全然見てねえわ。まあ脱出しましょう。これで別にいいんだよね。絶望の白道。世界の破滅を呼ぶ者を封じた功績に対しこの勲章が授与された。これ何回も戦えるのかね。じゃあ一回ここのクリアの港に戻って、記憶のかけらを見てみますか。ミラから行くんだっけ。あ、歯車を使えば何も見てないっていうね。どれだ。炎の中で新しいやつがどこにあるんだ。神と人の大地。もうどれがどれだかわからんわ。これが新しいやつかな。
全然違いそうだな。古いやつだな。こっちか新しいの。どうだクレベ、これも関係なさそうだな。あ、そういう邪流のお話とは関係ないの。単なるエピソード的な。あ、ミラとドーマがいる。あ、これもでもなんか、どうしてお分かりいただけないのです。私は生きとし生けるものが幸福に生きる世界を作りたいのです。苦しみや悲しみが一切ない地上の楽園をこのバレンシアに。愚かな、そのような世界が幸福であるものか。人は生涯をかけて強さを求めるべきなのだ。己の力で生きていくために、神の恩恵をただ享受するだけの生など虚しいだけよ。それは違います。試練など人の生には与えずともあるものです。私はそこから人を救いたい。悲しみや苦しみを取り除いてあげたい。それこそが我ら神の務めではありませんか。ミラよ、お前の愛は人を堕落と破滅に導くものでしかない。人は弱い生き物だ。なればこそその弱さを取り除くことが我ら神の務めではないか。ドーマ、私のただ一人の兄上、共にこのバレンシアに楽園を築くことを夢見ていたけれど、これ以上の争いは無意味のようですね。ああ、そのようだ。我らの理想郷を求めて彼の地を後にしたのはいつのことであったか、もう思い出せ。ミラよ、我々は共に生きることはできぬようだ。私は北の地を、お前は南の地を治めるとしよう。それぞれの地で己の理想を求めるのだ。そして互いにそれを犯してはならぬ。これを盟約としようではないか。どちらの選択が人のためになるのか、それはいずれ時が証明しよう。ええ、いいでしょう。私ももう争うことに疲れました。さようなら、ドーマ。私は私の道を行きます。願わくはどちらの地の民も幸いであらんことを。っていうかさ、語り部ってドーマだったんだ。まあちょっともういいわ。というところで、まあとりあえずね、オーバークラスにしてレベルをマックスまで上げればなんとかなりますね。多分ね、これ普通にやろうとすると相当辛かったと、思いますけれども、まあとりあえず、テーベの迷宮クリアしましたので、これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。